はい。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は24シーズン J1 第24節終了時点を参考にして、後半シーズンの注目選手は誰だということでお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。はい。ということでね、まあ、J1 が、えー、まあ、J2 も一応休止期間の中断期間入ってるのかなということで、 はい。ええー、まあ、去年もやりましたけどね。この中間地点というか、もう中間過ぎて6割ぐらいかなは終わってる状態なんですけど、まあ、ここまでの成績もね、結構ね、当てになるんですよね。まあ、特にやっぱ J クラって後半シーズンが10月末から始まるんですが、まあ、基準日がね、おそらくもう少し先の8月のいくつかぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこまでもね、まあ、考えるとあと2試合ぐらいとか3試合ぐらいとかかな。 が入ってくるぐらいの感じだと思うんですけど、ということは、だいたいまあ、これまでの時期、ね、振り返っていくと、まあ、後半グレードが上がる選手とかね、うん、どういった選手が活躍しているのかというのを事前に把握しておくっていうのは、まあ、悪くないことなんですよね。まあ、今後のののののやっぱりこの残りこ残残前半シーズンのレギュラーの残し方とか まあ今後ね、限定が期待できそうな選手とか、まあそういったところに関してね、まあ絞っていけることにもなりますので、まあぜひよかったらね、この、まあ休止期間中にね、まあ全クラブ、まあできれば全クラブやりたいけどね、まあちょっと限定更新との兼ね合いとかがあるので、まあ少し期間的には心配ではありますが、えできるだけね、取り上げていこうと思います。よろしくお願いします。ということで、じゃあ今回はね、まあ、選手図鑑の左上からということで、札幌からやっていきたいと思います。ではですね、まあ振り返っていきたいんですが、 じゃあ、まずですね、まあ、チーム成績からじゃあ見ていきましょうか。では、こちらです。はい、ということで、えー、札幌のチーム成績が、今現在が3勝6分け15敗ですね。はい、得点が21失点47ということで、まあ、現在ね、ちょっと最下位に、えー、甘んじておりますということで、うん、まあ、そうね、ちょっと苦しんでるね、今年ね、札幌ね。 まあ、その中でもね、なんか、僕的に、まあ、その J クラ的目線で見てると、まあ、当然ね、出世しそうな選手もいるな、みたいな。ね、まあ、そういった、何ていうか、プラスの要素とかも、まあ、なくはないんですけど、まあ、ただね、ちょっとチーム状況が良くないということで、まあ、ここまでのフォーカスとか、ね、限定とか見ても、まあ、朝の選手がね、金旗級の出てましたけど、まあ、本来もうちょっと上で出る、出そうな選手たちが、まあ、ちょっと抑えられてるというかね、グレードが。 特に馬場選手のライト圏なんかありえないと思いましたけど、うん、なんかそういった感じね。で、ちょっとやっぱチーム直り食ってる選手がいるなーっていうのが、まあ印象的だったなと思いますけど、まあでもね、先日勝利上げてますし、まあここカーキリにね、調子いい月とかが、まあなんていうかな、ずっと調子悪いんじゃなくてね、どこかいい月とかが作れれば、まあちょっと流れ変わったりとかするんでね。はい。まあそれにちょっと期待したいですよね。うーん。ということで、はい。今現在ちょっとね、 え苦しんでますが、まあ、今後ね、また浮上のきっかけをね、今掴みつつあると思いますんでね、まあ、どうなるかね、ちょっと見守っていきたいなと思いますけどね。はい。ということで、えー、今現在のチーム状況はご覧の通りです。はい。じゃあ続きまして、ここから結構大事なお話をしていくんですけど、まあ、実際 J クラってグレードが上がる選手ってどういった選手かっていうと、まあ、当然成績面がいい選手ですよねで。その成績面の中で結構大事だと僕は思ってるのは、出場実績というところね、が、えー、多い。 多いといとうかしっかりと試合に出れている選手というのは印象がいいんですよね。ということで、まあ、ここからですね札幌の出場実績のトップ5の選手たちを、ね、確認をしていきたいと思います。ではこちらです。はいここね、出場時間数が上、えー、から多い順に並べてますが、まず一番多いのが馬場聖也選手ね、はい。ここ24試合、24先発、全試合フル先発ね。で、2062分出場です。で、次、小前選手が23試合、23先発の2050分。 で、その次が3番目が菅野選手が22試合22先発の1980分。で、4番目が菅選手で21試合21先発の1825分。で、5番目が岡村選手が20試合19先発の1708分出場というところが、えー、トップ5になっております。はい、ということで、えー、これを見るとね、まあ、誰が出世しそうかなというのは、 まあなんとなくまあね分かってくるんじゃないかなと思いますけど、まあ、札幌といえばね、まあ、特にね例えば得点数とかで突出したりする選手がいないのでまあおそらくはですけどまあ結構この時間っていうのはもろに関わってくるんじゃないかなというところを考えるとまあ馬場選手あたりの85以上というのはだいぶ濃厚になってきてるんじゃないかなとかまあ駒井選手が今80、確か4ぐらいだったんで駒井選手もまあ85あるかなみたいな。 で、菅野選手も85超えてないんで、菅野選手もなんなら85以上あるかなみたいな。うん。こうね、なんとね、トップ3が85超えてない選手たちなんですよね、前半シーズンね。なので、まあ、ちょっとグレードの変動がもしかしたらあるかもしれないね。まぁ、あ、馬場選手は特に85以上いくんじゃないですかね。まぁ、あ、小前選手とか馬場選手。菅野選手あたりがちょうどなんか、多分ラインぐらいのイメージかなっていう感じでしょうね。はい。で、多分まあ5人ぐらいかな。 4人、4人じゃないと思うけどね、多分5人超えるんじゃないかなと思うんですけど、今で言うと、まあこの5番目にいる岡村選手が一番上でね、次菅選手、その次が荒野選手かなあたりかなうん。多分そういったところだと思うんで、まあどうなるかなっていうところで、まあ馬場選手、駒井選手あたりは特に、まあ、注目かなと。で、菅野選手あたりとかも、まあ限定とかだったら、まあ現在でも85超える力は全然あるので、 まあ、ここら辺も含めてね、まあ、後半シーズンのレギュラーはちょっと注目になるかなと思いますね。はい。まあ、これからのね、まあ、若さとかも考えると、馬場選手は結構残し目で考えた方がいいんじゃないかなっていうのは、このデータから、まあ、出てるんじゃないかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい。じゃ続きまして、ここもね、結構大事ですね。まあ、トップ、あトップじゃない、えー、シーズンオフね、の限定に関わってくるところですが、 ま、現在のチーム得点はアシストを争いというところがどうなってるのかというのも確認をしておきましょう。こちらです。はい。ということで、ここは得点を争いですが、1、浅野選手が3ゴール。で、同じく青木選手が3ゴールで並んでるという状況です。で、この下ですね、まあ、当然2ゴール、1ゴールの選手、ゾロゾロいるので、まあ、このね、得点を争いはね、実質誰も抜け出してないっていう状態ね。まあ、なので、まあ、今後の動きが注目ですね。うん。 ま、ここはね、先日の浦和戦で4ゴール上げてますから、だいぶそこでゴール数稼いだね。まあ、鈴木馬選手、あ、鈴木武蔵選手とかね、が、えー、入ってきたりとか、あの、争いに入ってきたりとかしてるので、まあ、今後の動きがね、結構ありそうなね、まあ、前節試合してるんで、まあ、今後のね、ま、もともとやっぱ札幌といえば、まあ、得点力あるクラブなんでね、まあ、そういったところは結構変動がしやすいと思っていいんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひね、ここの争い注目してみてください。 で、現状アシスト争いが1スパチョーク選手が4アシストでちょっと抜けてるかなという感じです。で、おそらく3アシストの選手がいなかったので、最低でも2アシストかな。2アシスト分ぐらいの差はついてるんじゃないかなというところで、まあ、ここも、まあそうですね。まあ上記の得点数とかが増えてくると、まあここもね、ちょっと変動はしやすいと、まあ言っていいのかな。でもアシストはね、意外とね、4ぐらいいっとけばね、まあ取れる、取れるクラブは取れるからね。うん。特に去年とかでも、まあ4アシストとかで、 取れてた選手とかもいたしね、うん。まあ結構いいラインだと思うんですけど、まあスパチョーク選手のこのアシスト数っていうのも、まあちょっと今後注目かなというところと、まああと、ここね、しっかりとトップ取れれば、まあシーズンオフ限定で出てきますのでメレ、レギュラー残していくとかね。まあそういったところの参考とかに、まあご覧の通りの選手たち。まあ特定を争いはちょっとまだね、あの抜け出してはないので、なんとも言えないんですけど、まあアシストの方はちょっと抜けてる感じしたんでね。はい。ここはまあ多めに見ていいんじゃないですかね、スパチョーク選手の方はね。はい。 ということで、まあ、今後のね、チーム得点王とアシスト王争いも注目をしてみてください。はい、ということで、ここまでね、えー、今シーズンの、まあ、シーズンオフに関わる情報とかね、後半シーズンに関わってくる情報とかを見てきたわけですが、 じゃあちょっと僕からね、選ばせていただいたんですが、まあこれからね、限定とか含めて、まあ注目されるだろうなっていう札幌の選手たちをちょっとピックアップして、まあ最後にね、紹介して締めたいなと思いますので、まあ計6人選んできてますので、じゃあ1ページ目から見ていきましょう。こちらです。はい、ここは左から馬場選手、岡村選手、スパチョーク選手ね。まあここはね、もうちょっとね、外せないかなと思いましたね。特にまあそうね、まだまだ若い選手たち多いですけどね。 まあ、スパチョーク選手、馬場選手。まあ、岡村選手もね、まだまだ全然これからね、いける選手だろうしね。うん。ということで、まあ、この3人が、まあ、ある程度札幌を引っ張っていくんじゃないかなと、後半シーズンのね。うん。なんか、そんな感じしますけどね。 まあ特に馬場選手、岡村選手あたりは、はい。まあ、馬場選手がね、特にグレードがまた伸びてきそうなので、まあ、ここは大丈夫そうかなと。うん。で、後半のレギュラーとかもね、85条超えるんじゃないかっていう話もしましたけど、まあ、あと岡村選手の査定がちょっとどうなるか心配ですね。もうちょっと下がるかもしんないけどね。まあ、でも下がったとしても、まあ、カードの質が別に落ちるわけではないと思うので、まあ、多少、別に気になるかもしれませんけど、まあ、でも中身次第かなっていう感じですよね。 であとはまあ限定化とかされると、まあ岡村選手もまだね、限定来てないので、まあ限定来るとワンチャン95とかね、狙える選手だと思うんでね。うん。というところも含めて、まあここは注目かなと思いますね。まあ馬場選手も一応フォーカス1段かな出てます、あ、2段かな出てますけど、まあおそらく後半シーズン、もう一回フォーカスあったりとかしてもおかしくないぐらいかな。なんならね、後半シーズンに向かって直しとかあるかもしれないんでね、この査定の差だとね。まあそういうところも期待していいんじゃないかなと思います。 で、スパチョーク選手ね、先ほど申し上げた通り、アシストオーディに今ね、あのー、立ってる選手なんで、まあ、ここもね、シーズンオフ限定とかが確定してくると、まあ、絶対出てくるカードというのがね、出てきますので、まあ、そう考えるとね、今のうちの素材とかしっかり集めておいて、というのをね、立ち回りは、まあ、全然ありだと思いますので、しっかりと、え、ここはね、まあ、注目してみてほしいなと思います。はい。じゃあ続きまして、2ページ目見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは左から菅野選手、菅選手、鈴木武蔵選手をさせていただきます。さあ、まず菅野選手ね、まあ、レギュラーのグレードは77というところですが、まあ、ただね、あのー、まあ、限定くれば85以上超える素質っていうのを持ってますし、まあ、昨年はね、フォーカスのピックアップワークにも選ばれてた選手なんで、まあ、今年もね、まあ、ちょっと失点はね、札幌自体は多いですけど、まあ、結構セービングをね、いいとこ見せてくれたりとかもしてくれてるので、まあ、そこの印象が良ければね、また今回も、まあ、いい限定出るんじゃないかなと思うと、 まあ、ここは楽しみですよね。はい。ということで、限定をとりあえず待つのと、ワンチャン後半シーズン85 0もないとは言えないからね。まあ、そこも含めてちょっとね、えー、注目かなと思いますね。はい。 で、菅選手ね。まあ、菅選手ね、もともと評価高いし、まあ、出場もね、安定してて、まあ、札幌の中で一番安定してる選手だと思うんですけど、まあ、グレードもね、レギュラー91まで上がってきてまして、まあ、ここからずっと安定していくんじゃないかなという矢先、まあ、ちょっとチーム状況がね、不安定なので、グレードがどうなるかっていうのはちょっと難しいんですけど、 まあただ、85以上は、ね、安定して超えてくると思いますので、まあ、これまで実績もしっかり、ね、持っている選手なんで,で、しかもポジション的に、ね、結構、ね、いい限定出たら面白い選手なんでね、ね、まあ、ここは今後のカードちょっと注目ですよね。うん、というところで、まあ、クロスタータイプの、ね、なんかワイドレンジ持ちとかね、ねそのうち出てきてもおかしくない選手なんでね、ねここはそういった意味でも、まあ、注目をしてみてください。で最後に、ね、6人目に上げさせていただきました。ここ、小前選手と迷ったんですけど、まあ、鈴木武蔵選手を押させていただきましたね。まあ、これはやっぱ前節の2ゴール。 うん、ここがね、やっぱね、僕の中で、うん、ちょっと可能性を感じたというか、まあたいああいった苦しんだ選手っていうのは、あの、な、きっかけ一つでね、うん、立ち直ったりするんで、まあそう考えると、まあ先日の裏合戦ね、まあここがきっかけとなって、まあさらなるね、ゴール予算というのを期待できるんじゃないかなというところで、まあちょっとね、コンディションとか、まあそういうね、メンタル部分だ問題とかちょっとあったかもしれないんですが、 まあ、元々持ってるものは持ってる選手だと思うんでね。うん。まあ、そういった意味での期待値もやっぱりあるだろうし、まあ、ここでね、終わっていい選手じゃないと思うんで、はい、そういった意味でもね、復刻、復活、復,刻復活、うん、の兆しは見えてるんでね。まあ、このままの勢いで盛り返してね。まあ、ぜひ、得点を取っていただいてね、チームでね。まあ、トップスコアラーとかで見れるようなね、今シーズンの締めになるといいなと思いますので、まあ、そうなることによってね、まあ、札幌が吹き返す可能性とかもね、まあ、全然上がってくると思いますので、 まあ、ある意味ね、まあ、札幌の運命によってね、あの、背負ってる人だと思うんで、選手だと思うんで、まあ、そういった意味でもね、まあ、期待値を込めて、ここに上げさせていただきたいなと思います。まあ、一応、ニュエーエムブでね、85出てますけど、今のレギュラーも5 0いくつぐらいですよね。そんなんで手に入っていい選手じゃないからね。まあ、そのうち、まあ、よくよくはね、TS 候補とかにも入ってくる可能性のある選手の一人だと思いますので、まあ、そういった意味でもね、まあ、素材というのはしっかりと残しておいたら、得する場面もあるんじゃないでしょうか、ということで、はい、ここはね、考えてみていただけたらなと思います。 はい。ということで、本日は、えー、24節の終了時点でのね、えー、札幌の、えー、データとかね、まあ、そういったところを振り返っていきまして、まあ、後半シーズンの、ね、話をさせていただきました。で各クラブね、まあ、こんな感じで、まあ、出場実績とか、特、まあ、チームの,、ねまああのシーズンオフの限定争いとか、いろいろね、そういったところから、まあ、後半シーズンに、ね、役に立ちそうな話とかを、えー、それぞれやっていきたいと思いますので、まあ、よかったらね、ぜひ他のクラブの動画もね、見ていただけたらなと思います。 では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今こま失礼します。バイバイ。